最新の風力発電を調査こんばんは、この時間からは私、私アイリンがお届けします。どうぞよろしくお願いします。長い雪が終わりを告げ、蒸し暑い夏が訪れるまでのこの2ヶ月は、過ごしやすいですよね。まさに観光シーズンを迎えて、ここが座は、ビーチも町も大勢の人々で大盛況。だから私は、この時期が大好きです。皆さんはいかがですか 一番好きな季節やお天気はありますか普段通りの前工場を話しスタッフへ目配せを送るスタッフがパネルを数回タックすると視聴者たちのコメントが放送画面へオーバーラックされるそれらに相づちを打って答えた後、私は砕けた雰囲気でみんなと軽く対話をしたこんな流れで24時間365日気象災害天体災時期などに関する内容を 全世界へ向けて供する番組がアースウェザー TV それでは次のコーナーへと参りましょう題しまして最新の風力発電を調査です風力発電と聞いて真っ先に思い浮かぶのはやはり背が高くて大きな風車ですよね古くはオランダの考え農業工業など分野で主なエネルギー発生装置として活躍しました後には 世界各国でクリーン発電の一翼を担いましたそして今火星進出がついに現実化し改めてこのシステムを発展醸成しようという機運が社会全体で強く高まっていますキャスターデスク前のマルチモニターに風力発電に関する画像動画データが表示されるそこへ向かって手を差し出し指でクリップをつまみキャスター席の背後にあるスクリーンへペタリと貼るそれはまるで「 写真やメモをホワイトボードへ貼るかのよう。しかし全ては AR イベントなため、実際にそこにそれがあるわけではない。はたから見れば、存在しないものを手に取り、何もないところに貼っている、ようにしか見えない。さぞかし滑稽に感じるだろう。ご覧ください。これらは、つい先日私が現地へ赴いて取材した最新の風力発電設備たち。未来的デザインなのに、牧歌的な風景によく馴染んでいて、 なんだかして素敵ですよね開発された研究者の方々ともたくさんお話をしましてこれまでとは違う特徴や古来から変わっていない部分など驚きや発見に何度も声を上げ続けた数時間とっっても濃密で楽しかったな取材してきた内容を順に取り上げて紹介する地球でこそ役立つ技術火星向けの新技術潮流発電にも応用できそうな技術追蔵 ダークまた圧縮噴射エンジンの吸入フィンまで話のフィールドは徐々に身近なテーマからマニアックでギークなものへと移り渡っていく視聴者の脳内ではポツリポツリとハテナが生まれ時折パンとびっくりがはじけるそれはまるで花火以上現在進行形で研究開発が進む新しい風力発電の世界でしたいかがでしたか私たちの暮らしは 彼らのような存在に支えられようやく成り立っているのだということを忘れずにいましょう。こうしたインフラの管理・運営は地道で目立たないため不人気な傾向にありますし場合によってはその重要性を軽視してしまい取り返しのつかない最悪を無意識に引き寄せてしまうこともあります。ですから恩惑心を大切に発展と情勢を絶やさずにコーナーの締めくくりに私は。 本当に伝えたかった根幹について、さらりと話した。社会は、あまり目に触れない事柄ほど忘れがちで、接する機会が多い現象に心身を奪われる。だから、意識的にそうしたアンバランスさを調整しようとする心がけを大切にしていきたい。そう、私は感じる。一人のサイボーグとして。ME25 年4月1日。アースウェザー TV。キャスター。 アイリンバージョン8.0